学生時代の懐かしの写真に冷ややかな声。木村拓哉と歌手の工藤静香の長女であり、モデルでフルート奏者のココーミーが4日、自身のインスタグラムを更新。高校時代の写真をアップし話題となっている。ココーミーを先日、GG、まだ頑張ってくれてありがとう強い、と綴り、愛犬とのツーショット写真をアップ。高齢となった愛犬のお腹に寝そべる無表情のココーミーに、ネット上からは、大切にされてるワンちゃん幸せですね。もう愛犬しか売り物がないのか。などの声が寄せられたばかり。そんなココーミーをこの日、今日撮った写真がないので、高校生の時に友人が撮ったココミちゃん写真を2枚目は体育祭り、と綴り、高校時代の写真をアップ。あどけなさが残る前髪パッツン姿や T シャツに鉢巻きを巻いた体育祭りスタイルを公開した。この投稿にネット上からは、可愛いと思うよ。ぶっちゃけココミは昔から可愛いと思うんだけど、な。という声が上がる一方で、古い写真をわざわざあげるってことはお気に入りってことだよね。上目遣いで可愛いでしょ？って思ってるのかな？承認欲求強すぎネタなくなってきて過去の写真公開してんの？など様々な声が寄せられている。学生時代の写真が投稿され歓喜したフォロワーがいる一方で、過去の写真を出してきたことにネタ切れ、と詮索する声も上がっていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。